するしない？え、待って、ごめんなさいね。どういった、1ヶ月っていうか1週間でもいいんですけど、どういった過ごし方されてるんですか、お仕事関係。教室っていうか、アカデミーって言って、僕の話だけ聞いて 3時間終わる、あるいは2時間半終わるっていう講座が全国にあるんですよ。マジはできないんですよ。はい、触れないですか。はい、触れない。それで、会費3500円だ、3000円だってみんな払って。みんな来るんだ。それが、やっぱり、博多。全国博多。広島。大阪、仙台、札幌、5会場、それを、まあ、年に毎月行くわけにはいかないんで、年に何回か回っていくみたいなこう感じですよね。東京は毎月2回あるんですけど、都内は毎月2回やってるんです、そのアカデミーっていうのは。だけどもそのアカデミーは2005年ぐらいから始めてますから、東京、はい、すごい歴史。19年ですもんね、今年13年ぐらい、そうですね、マンネリ化もせず飽きられもせず続けてますね。話は尽きないんですか。尽きないですね。3時間も喋ってるのに。麻雀ですから。いや、パイも触ってないけどまあホワイトボードにパイを並べて話すことはあります、ね、うん、あ、なるほどなるほど。パイを並べて話したりすることはあります。実践でこうはないってことですね。ないですね。麻雀って麻雀してない時に考えることが大事なんですよ、麻雀のこと。数字的なことも含めて、はい、よく考えて深める。で、麻雀してる最中は考えない方がいいんですよ、麻雀って。もう感覚だけで、感じながらやってて、もう目つぶっててもいいぐらい、自分のつぶ番来てちょっと目は薄め開けてパッと打ってた方がいいぐらい。ああ、でも感じて打つは確かに新津代表も言ってた。もう感じながら打ってる人が一番強いね。やっぱり理屈でか解き明かそうとしても、相手3人自分と違う思考なんで解き明かせないんですよ。まあそうですよね。だからふっとしたこうふっとした空気感とか、ふっとしたパイの着方とか、自分のそれでこう選択していく方が、人間の本能が正しいんで、自分の頭で思考をすると正しくないことが多いんで、間違うことが多いんで、考えることはマジャしてない時に考えて、いろんなことを考えて、麻雀のことで打ち出したら、なるべくそのとらわれないようにして感覚でやった方がいいって。なるほどね。分かってるんですけど、難しいこと言ってるんですよね、土屋さん。今ね、なかなかそれができないんですよね。やっぱりこういろんな理屈があるんで、そうですよ。それが身についてくると視野が広がるんで、気がついちゃうんですよ。ああこれはこうなんじゃないか、あこれもこうなんじゃないかって気がつくと、その理の方が上回ってしまって、感性が封鎖されちゃうんですよね。そうするとうまくいかなくなるっていう、その理と感のところでこうせめぎ合いが ね。だからできれば感が6、理が4ぐらいで麻雀できてたらいいんですよね。でも最近そのバランスでいったら、もう理の方が圧倒的にいいじゃないですか。多いですね。はい、そんな中で輝いてるのって誠一さんですか。そうですね、近藤誠一さん、最強で最高位。そうですね、あの人のバランスは理がなどれぐらいですかね。3ぐらいじゃないですか。理3ぐらいですか。じゃあ感性はそうじゃないって言うかもしれないけど感性7割ぐらい。感性ですね。独特な選択眼を持ってますよね。ねえ、ってみんな言うような選択しますよね。もうあれは体で感じたりしてるものを大事にして選んでる。そう見事にハマってますもんね。最高戦というグループではやっぱり飯田雅人さん、もう感性だよ。それでだけど、あの人も理が相当あるんですよ。あ、そうなんだ。理が相当あるんだけど感性で打てるんですよ。天才。だからあれだけ勝つんですよ。勝負になったら体で打ってるんですよ、彼は。理はなるべく封印して体で打つ。だけど理はすごいですよ、ベースにやってる。難しいよ。じゃあ理を貯めていくことは無駄じゃないってことですね。無駄じゃないです。無駄じゃないけど、理で解決しようとすると失敗するってことです。全部が全部理は無理だよってことだね。そうですね。なるほど。なるべく体で感じたことを、情報を大事にした方がいいんじゃないかな。それもじゃあそのアカデミーで語ってるんですか。アカデミーはアカデミックなことなんで理です。アカデミックは理か。理です。そういうことは話さない、なるべく話さないし。運は育てないんですか。運は育てる話はやっぱり3分の1ぐらい3分の1ぐらいはします。これアカデミック。はい、運はアカデミックなの。アカデミックです。あ、そうなの。文化ですか。昔はバランス、
人としてどう生きるのかっていうことを、あれどう感じるのかっていうのは文化ですから、これを麻雀でも可能にしていくっていうことが大事で。昔からそんなに喋れたんですか？そうですね。だってシャイボーイだったんでしょ。はい、そうですね。顔も赤くなっちゃう。どこで鍛えられたんだろうな。だってすごい流暢にずっと喋り続けるし、うん、なんかちょっとうさんくさいし、うん、もうそのバランスってどこで変わるの？モンドで鍛えられたかもしれない。モンドだ。モンドで多分。モンドで土屋アナっているじゃないですか。はい。あの人に引き出してもらった感じがありますね。はい。あのなんかもういろいろ見ましたよ。大体当たってるんで何巡目に積もるとか。あれね、ひらめくんですよね。何ですか、ひらめきって。体で感じるんですよ。すごい。あの人が麻雀をしてるモニターでも何とか感じようとすることが大事かなって思って、解説で座ってるモニターなんてすごいもう淡白な、客観的に見ちゃいけないなと僕は思ってる。そうなんだ。打ち手の心情に乗り移りながら見るようにしてるんですよ。だからあんな解説面白いんだ。そう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 、その人になりきる、なるべく近づくってことが大事で、あ、こんな気持ちで今やってんだろうなって思いながら。え、もう麻雀50年打ってて、麻雀プロ歴が何年ですか？33年かな。33年。はい、まあ、いろんな巡り合わせありまして、私が最高戦入った時には同期で、はい、36期前期でね、そう一緒になってね、はい、お仕事させていただく時もよく同期トークしてね遊んでるんですけど。タメ口だもんね。いやいやいや、私ずっと敬語ですよ。おい、なんでめくったんだよ。ツッチーって。ツッチー、やめて。アンチ増えるじゃん。ツッチーとか、証拠とか言ってるじゃん。いやいや、ツッチー、今日 何してんのとか。そうそうそう。でもリーグ戦の前とかもね、一緒に話してましたもんね。そうそうそう。今季どうするみたいな。一緒に何、昇級する？一緒に下がろうよ。で、一緒に降級して。降臨ね。で、降臨、あ、ごめんね。降級じゃないよね。前降りた天使と同じですもんね。そうなんて喋ってね、明るくやるのに、土田さんはあれだけね、なんかもうすごい人なのに全然選ばらないじゃないですか。偉くないからね。いや、偉いよ。特別顧問ですよ、最高戦の。本当にね、みんなに育てられて、うん、この年までやってこれた、うん、プロっていう、なんか本当に支えられ支えられて支えられてっていうのがあって、うん、自力はないなって自分で思ってるんですよ。本当に謙虚すぎるよ。いや本当なんですよ。これだからそんなに後輩とか召したものにも優しいんですか。はい、日向にも優しいんだ。だから、はい、ありがとうございます。なんかすいません。なんかあの勘違いしてしまうような人はちゃんと言ってあげようとは思うんですけどね。あ、それどういうことですか。要するにこれがベストだってないゲームなんで、うんうんうん、桜井さんじゃないんだね。みんなあのもっと貪欲にこう上を見てった方がいいよって。あ、アドバイスすることもあるんですか。はい、あの上昇志向っていうか、こう上には上がいるって、うん、で上からしか下は見ることができないんですよ。あ、そこが一番大事なポイントで、深い、上から下しか下は見れない、下から上見えないんですよ、うん、だからもっともっと上に上がっていこうっていう気持ちを、どなた2000人以上プロいますけれども、忘れないことが大事。すごいいい言葉ですね。はい、まだ上は限界ないですもんね。ないっす。ないです。石田さんでもそう思うんだな。もう全然ないです。だから未開の分野があまりにもありすぎて、麻雀って、うん、あの開拓されてないポイントがたくさんあるんで、そこをねやっぱり研究して日々、自分が上をちょっと雲の上になっていくっていうイメージが大事なんじゃないかなって。今後の麻雀界どんな風になっていってほしかったり、どんな風になると思ってますか。やっぱりあの M リーグというね、こう大きな波が来てるので、そこを目指してプロになろうという方たちが増えてくると思うんですよ。うん、あの今の10代、はい、そうしたら本当に健全な麻雀の世界ができて繁栄するなって思いますね。これからはもう今までの麻雀プロの世界とは一変する可能性があると僕は思ってるので。それは近い未来に、もう3年先には。あ、もう見えてる。はい、だから3年ですぐですよ。あの3年後のことって今誰もわからない、ね、あの世の中もそうですし、はい、麻雀界もそうです。3年前に今がのことを誰も想像してなかった。確かに。ですから3年後のことも誰も想像できないんですが、一つ言えることはすごくこうなんだろう、夢の世界がどんどん広がっていく
可能性の方が高い。嬉しいですね、だけど今いるプロたちは大変になってくるだろうなって、あの押し上げ、要するにのけられちゃう可能性あるんですよ、こう優秀な人材に。そっか、だから悠長にしてられないんで、今のプロたちもさらに勉強して先行かなきゃダメですよね、これから生まれてくるであろう超一流プロたちを迎え入れるわけですから、あのみんなで切磋琢磨していけるような風土になっていく、真剣にあの勉強するってどういうことかっていうことを本当に考え始めるんじゃないかなって。あと個性ですよね、埋没しないようにファンの人に支持されるプロってどういうプロなんだっていうことを、マージャンの成績が良ければいいのかって、それは勝ち続ければいいですよ、それが無理ならじゃあどうするんだって、たまに勝つならどうするんだって刺さる印象に残るためにはどうするんだってことをテーマですね、プロたちが考えなければいけない、それはやっぱり人格です、人としてどう生きているのか、どう生きていこうとしているのかってところに一般の方々は感情移入するんで、感情移入してもらえるようなプロが増えてくるといいですよね。アカデミー通うかな、そういう話もしてくれるの、はい、いくらだっけ3500円行きます、あの、ね、アカデミーに積もってくるでしょ、はい、パイ切るでしょ、うん、これを見てるんですよ視聴者って。そうですね、ここじゃないんですよ、ここがおまけなんですよ、手配の動きは持ってくるでしょ、切るでしょ、その時の顔、つき、表情、この腕の振り方とか手つきとか、そういうところに結構注目してるんですよ、知らないうちに、うん、そこをもっと勉強するといいんじゃないかな。刺さる、すげえ刺さる、美しくなきゃダメなんです。3500円払おう。麻雀以外、大間さん以外で好きなことってあるんですか？映画。え、そうなの、うん、映画見るんですか？感情移入ばっかりしてなんか大変、もう入り込みたいんだ、涙涙涙で見られなくなってちょっとごめんなさい、どう言っちゃったんだろう、題名がすぐ出てこないところが何気やね、あ、多いですね。最近見たんですか？見ましたよ。結構あの話題になってる映画は見るようにしてるんですけれどもね。例えば、泥棒貴族じゃなくて、なんだっけ、泥棒貴族って何ですか？それ昔の映画、泥棒家族。あ、はい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 、あれはなんかいろいろこう、なんだろう、考えさせられる、うん、あと見る側も作品的に賛否両論はあったんですけれども、うん、やっぱその伝わってくるものっていうのがね、その普通の暮らしの中で伝わってくるってすごいなって、役者ってすごいなって思いましたね。万引き家族、天引き家族かな、泥棒家族、ただの悪役可愛くなくなっちゃう、そうなんだ、うん、トム・クルーズも好きですけどね、ああいうタイプの映画も、ハンサム、うん、まあ映画はいいですよね。土屋、はい、さんは今年の目標とかあったりするんですか？ありますね。あ、何ですか？着手したいことが一つだけあって、はい、どうしてもやりたいなって。何ですか？それさえできたらもう本望っていう。え、宗教始める？いや、まあ楽しみにしててください。え、何教えてくんなるんですか？そこまで言ったのに。みんながその一般の人たちですよ、うん、麻雀知らない人たちが、あ、麻雀って楽しいんだなって思えるようなことをに着手したい。何、ツッチーランドを作る？それに近い。え、ディズニーみたいに感じるんですか？そう当たったかもしれない、ツッチーランド。なんかそんな、あのやっぱりメルヘンチックなこと好きなんですよ。そうなんですか、うん、かわいいですね。あのだからそういう世界を麻雀でもできたらいいなって。それはもう何、いい動き出してる、動き始めてますけど、まあお楽しみに、まあ、ライフワークになるんじゃないかなと思います。超楽しそう。え、教えてくれないんですね、明確には。はい、はい、マージャン知らない人たちをマージャンの世界に巻き込むために入ってもらえるような入り口を作りたいな、なんだろう、入り口ですよ、入り口を作りたいなって。なんだ、楽しみですね。マージャン教室とかいろいろやってきましたけど、はい、もっとあのもっとライト層にってことですよね。もっとライト層にライトな感じで入ってこれるような入り口を作りたいな。2019年は何か新たに動き出してるってことですね。そうですね。いや楽しみ。それじゃあ何か決まったりしたら、またこのするしないで取り上げても大丈夫ですか？大丈夫です。また遊んでくれます？はい。さ
すが陶器、ありがとうございます。さあそしてね、今回もじゃんさあ、うん、育てるよね、よくこの番組もというわけで視聴者のプレゼントがありますよ。日向の部屋も、日向の部屋からも一冊いくって。そうですよ。お、サインは書かせて、書いてあるじゃん。おお、土のサインかっこいいよね。なんて書いてある？第一弾に魂を込めて自敗を切らないウケるこちらの方をまたね、あのコメント欄で募集して抽選で1名の方になんかワード作ったりしています。たまには毎回本欲しいとかじゃ切ないですもんね、うん、応募キーワードみたいなの入れてもらおうか。スッチーの好きなもの何かよかったら一言チュンうんなんかじゃああれだ、コメントの中にチュンが入ってたらみんなこの本を求めてるってことですね。すごいね、こんな短い一文字なかなか麻雀中とかでもほら応募になるわけでしょ。斬新だね、うん、いっぱい来そうでございます、うん、これどんな方に読んでもらいたいですか？なんだろう、やっぱりその幸せになりたい人幸せになりたいな。やっぱ宗教始まるよ絶対今年、ね、土ランドか宗教絶対二択だよ。もう絞られたよこれ。あのテーマは愛ですから。テーマは愛だったのこれ。なんかいいね、うん、24時間テレビぐらいのテーマ持ってきたね。やっぱパイに愛される、人に愛されるっていうことがとても大事なんで、はい、それに関してはこの本読めばもうしっかり持てますか、はいはい、いやなんかこれだけ魅力的な土田さんにね、今回いろいろお話聞かせてもらったんだけどまだ足りない気がしますね。なんかまだまだ知らない土田工場がきっといる気がします。好き嫌い激しいしね、こう見えてね。あれだよね、もう変なんですよ、だってミルク飲めないでしょ。はい、なのに人の好き嫌いはないんだけど、うん、ミルクはダメね。でもコーヒー牛乳は、豚の脂はダメ。コーヒー牛乳好きよ。意味わかんないでしょ意味わかんないねえ、なんかミルクかけ豚の脂はダメ。豚の脂チャーシュー好き。意味がわかんないよね、うん、ちょっとね、やっぱずれてらっしゃる、変わってるんですよね、はいはい、うん、だからそこら辺もまたもっと面白いツッチーを今後見せていけたらなと思ってます。だからこの番組は B 型出てくる回数、うん、頻度高いですね。てか麻雀プロのトッププレイヤー B 型多くないですか？そうね、うん、だからやっぱ輝いてる人 B 多いんですよ。タッキーも B だもんな。そうなんで、ね、意外と、ね、勝又も B だもんね。そう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 、 M リーガーも結構いるね、はい、そうですよ、だって村上さんだってそうです。村上多い、うん、そうね、そう、比率の割には多いね。だからもう当分 B でやっていくんですよこの番組私 O なんですけど、 O に癒される B だから、うん、だからおもり役としては 最高なんですよ、うん、おもり役って呼ばれたんですね私、さあ今回のゲストは素敵な土田講師のプレイさん、よかったら最後に皆さんに一言お伝えしていただきたい。皆さんいやマジいい、ね、より一層素敵な麻雀を愛してください。とっても嬉しいです、そうしてくれるとね。あと美しく打ってほしいなって思いますね。美しい心が美しい皮を作る by 交渉以上ですいや今回もありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい、皆さんぜひ本ゲットしてください。応募方法はコメント欄にチューンを入れてチューンコメントすると抽選で1名様に当たります。運育てましょう皆さん。じゃあさ、また遊びに来てください。はい、ありがとうございます。はい、バイバイ、またね。楽しかったね